こんにちはプラザののお時間です MC のヒロですす mc これからの1時間皆さんと、えー、時事問題についてお話ししていきたいと思います。番組へのご意見ご感想はメールアドレス 761-fmcoza.jp ファックスでのご意見ご感想は098-934-8653までお寄せください。 番組の連絡先になりますあ。番組というか局の連絡先になりますので番組名も合わせてお書きください。それでは今週の1曲目「キロロの未来」をお聴きください。ちょっと待ってくださいね。はい、それでは早速なんですがよいしょお聴きください。 こんにちは、プラザののお時間です MC のヒロです。す。MC これからの1時間皆さんと、えー、時事問題についてお話ししていきたいと思います。番組へのご意見ご感想はメールアドレス7 6 1 f m c o z a j p ファックスでのご意見ご感想は098-934-8653までお寄せください。 番組の連絡先になりますあ番組というか局の連絡先になりますのでえ番組名も合わせてお書きください。えそれでは今週の1曲目「えキロロの未来をお」をお聞きくださいえ。ちょっと待ってくださいね。はい、えそれでは早速なんですがよいしょお聴きください。 はい、帰ってきました。え今週のですねニュースな話題、えー、と、えー、なんでやねんのコーナーなんですけれどもまずニュースな話題の方が、えー、ずっとお知らせできなかった、えー、スーパーフレアについてお話ししてみたいと思います。で、もう一つのですねなんでやねんのコーナーはあの生き方改革ということでですね安部さんが言ってました、あのー 働き方改革から私は次に生き方改革につながっていくんじゃないかということで生き方改革についいいててお話ししてみたいと思いますで。生き方改革、ちょっと時間の都合でですね今あの話題になってますあの、えっと、東名高速でですねあの親子があの事故に巻き込まれて亡くなられたあの 危険運転ですね。あれについても、少しあの話してみたいというふうに思っています。それでは、えー、まず、えー、スーパーフレアなんですけれどもあの、まあ、このスーパーフレアですね。ちょうどあの北朝鮮のですね。icbm の頃から IC、icbm を発射するぞというふうにあの言ってた。 ころからあのスーパーフレアが起こるんじゃないかというふうにですねニュースで報道されましたで最近またあのいろんなニュースが入ってくるもんでですねあの放送されなくなったんですけれどもまああのちょうど今選挙期間中なんでですねあの選挙についてあんまりお話しできないもんでですね。 この機会ににスーパーパフレアについててお話ししてみたいいと思いますあの北朝鮮がですね核弾頭を大気圏外で,です、ね、爆発させてですねあの強力な電磁波攻撃をするっていう話がありました EMP 攻撃というらしいんですけれどもこの EMP 攻撃はですね7月、まあ、あのこの、えー、プラザ広でもですね7月の21日のニュースの話,で話題でですね i c b ICBM ですねこちらのコーナーでですね少しお話しさせていただきました ICBM 攻撃はですね人工的な電磁パルスによるあの電気とかですねあの電子機器への,あの破壊攻撃になるんですけれどもあの自然現象で起こるのがで,ですねあのスーパーフレアになりますで全,ま全く違うのはですね、まあ、自然現象とあの人工的なものという まあ人工的なものはですねあの場所がですねまあ大きいと言ってもですね100キロとか1,000キロとかそれぐらいの範囲に影響が出るだけなんですけれども自然現象の場合はですねあの全世界が被害に,に遭うんじゃないかということでもう全然桁が違うというところに大きな問題があ,りあると思います。 ということで今週のニュースな話題はスーパーパフレアですで自然災害をですね引き起こす身近な災害はですね台風まあ沖縄なんか台風そのままですね毎年のように来てあの被害出してるんですけれども、まあ、風の被害雨の被害で川の氾濫、まあ、洪水ですねいろいろあるとは思うんでまあ土砂崩れとかもいろいろありますよねいろ,いろあるまあそ,そういうそんなこんな大きな被害を出すんですけれども。 あのそれとですね台風洪水地震津波ですね津波の被害は生々しかったですね。で、えー、今年のようにですあ毎年のようにですね発生する台風地震などはですね予想する予測できる範囲、まあ、被害の規模もですねあ,のある程度予測できるものを もありますすのでですねそれに対してですねあの住宅設備とかですねあのインフラの設備なんかですね安全基準とかでですね避難でそれで防げないものについてはですねあの避難計画をた立ててでですねで実際にその避難計画に基づいて訓練をやってみてあのできるだけ被害を少なくするというふうなです、ね、対策がとられていますね。 で、話題になっているのがですね、自然災害のうちのですね、あの、100年に、100年以上起こっていない、実際に体験している自然災害でですね、対策が遅れているがために、このフレア、対応、対応、フレアによるですね、被害というのがニュースになっていたかというふうに思います。じゃあ、あの、ちょっと、まず、あの、フレア、 っていうのが一体何なのかっていう話なんですけれどもあのフレアっていうのをです、ね、日本語に直すと炎っていうことになるんですけれどもまあフレアはですねあの太陽の表面で起こるですね巨大な爆発あの太陽っていうのは核融合されてるわけなんで中でしてるわけなんですけれどもそれがですねあの表面で一時的にあの巨大な爆発を起こすらしいんですね。 でこれは何でかっていうとなんかあの太陽の中でこう対流が起こっててその対流の都合でですねその大きさというのがですねやはり自然現象であえて、まあ、太陽ですからあの規模が違いますということで水爆の 100, 100万倍から1億倍というとんでもなく大きな規模で爆発が起こっているということですね。 で、スーパーフレアはフレアのあの1000倍以上まあ、100億倍水爆の100億倍ですね。ぐらいの大きさになります。で、フレアがですね。あの地球までですね。まあ、地球と太陽っていうのはかなり離れてるんですけれども、それがですね。そのフレアがですね。あの地球をですね。こうかすめることもあるらしいですね。で、フレアの正体一体何なのかまあ、フレアあの炎と言ってもですね。あの私たちがですね。あの。 ろうそくとかです、ね、あのガスなんかの炎と炎にこう触れるのとは全然違ってですねあの太陽が出すフレアというのは一体何なのかという話なんですけれどもこれはですねあの太陽の,です、ね、あの表面の爆発で出た高速の荷電粒子というものだそうです。で荷電粒子っていうものって一体何なのかっていうと主にですね陽子と電子だそうです。であの太陽が出している ものでですね、あのよく似たもので,ですねあのオーロラってオーロラを作るです、ね、太陽風っていうのがあります。で太陽風は一体何なのかっていうとあのプラズマがですねあの太陽から地球にやってくるという話な,なんだそうです。でこのプラズマというのは一体何なのかっていうとあのエネルギーの高い粒子要するにあのうん。 あの物理学の世界でいうと太陽の重力からですねあの運動エネルギーっていうかこう動く力が強いもんでですね太陽の重力から飛び出すこともあるそうなんで,でそれがと太陽の重力から飛び出したものが太陽風というふうに呼ばれて地球に届くことがありますよという話みたいですね。 であのフレアの方にああのその要するに粒子っていうのは一体何なのかえ先ほどの,あのフレアの方はですねあの電子と陽子だったんですけれどもこの家電粒子っていうのは一体何なのかっていうと残りがですねあのヘリウムとその同位体。 っていう風なものになってまして、でその他かさまざまなものが入っているということで、あのイオンおよび電子ですというお話のようです。でなんでかというとやはり太陽の中で起こっている核,核融合はですね、あの水素とヘリウムになるわけですから、あの当然そのものが飛び出してくるという話になるわけですね。でフレアはですね、あの表面爆発でですね、太陽の磁気圏 今度またちょっっと話変わでフレアは表面爆発で太陽の磁気圏から吹き飛ばされた要するに爆発してるわけですからボンボーンとこう飛び出してくるあの吹き飛ばされるわけですね。でこの家電粒子今度の家電粒子っていうのは、えー、陽子と電子でで太陽風はですねあの太陽内部の高,高温高圧のエネルギーを持ったプラズマが の、ね、重力を振り切ってです、ね、飛び出してきたものその違いがありますということで,で太陽風はですね表面爆発でもあの飛ばされて、ね、津波のようにです、ね、地球に届いて磁気嵐や地球もなんか磁気を持っているらしいまあんでかっていうとあのこう磁石こうあのななんですかあの北と N 北,北は N ですね北と N。あの 南の S を, S を指してこ,うこの磁石をあの水の上にあのコップの上に乗せて磁石をコップの上に乗せてであの水に浮かべるとですねこう磁石がこう北を指したり南を指したりっていうやつですね。でその時期地球の時期に太陽から来た磁気嵐がですねあの衝突してですねオーロラあの 北極なんか北極とか南極で見られるオーロラですね。それの原因になっているという話みたいですね。これ確かね。オーロラもそうであるというのが、なんか最近になってわかった。みの分かったという話を聞いたことがあるような気がしますね。今までそうじゃないかと言ってたんです。けれども、何なんだろう？っていう話で、結局なんか何か何なのかというと要するにいつでも見れるような。 あの地上から見るんじゃなくて宇宙から見れるようになってだんだんわかってきたという話みたいですねであの巨大なフレア発生の歴史はですね話戻りますねあの巨大なフレアの発生の歴史ですね過去に遡って、まあ、記録に残っているのをあのつらつらとこう読み解いてみるとですね1859年のですねキャ,リントンキャリントンフレアというのが最大でですねこれあの今までなか わかってる範囲でそれが最大という話だけでですね、昔は何のことかわからなかったと思うんですね。あの、要するこういう、あの、電気とか電,電磁波とかこういうのがわかる前ですね。 あの発,あの発見される前っていうのは何のことかようわからん神様の怒りじゃないかとかいう話で済ませたものがだんだん分かってきたという話なんですけれどもその話の中で記録に残っているのが1859年のキャリントンフレアという名前のついてるフ,フレアがありましてあの数十年に一度程度発生しているようですね。で当時はですねあのテレグラフもあの 要するに電信ですね、電信網が破壊されてですね破壊されましたということが記録に残っていますということみたいですね。で今はですね今の世界今の地球でをですねこのフレアがですね同規模のですねこのキャリントンフレアと,いうと同程度のフレアがですね直撃するとですね まず人工衛星やです、ね、地上の発電・送電システムが大きな打撃を受けたりです、ね、あの通信衛星で放送放送ってあの電波出してますからねで GPS が使えなくなるで大停電が我々の生活に影響を与えてです、ね、あの大変な混乱が予想されますということみたいですね。 で最近のですね太陽観測で予想されるスーパーフレアこのスーパーフレアというのはですねキャリントンフレアのですね1,000倍以上というふうなですね巨大なものなんだそうででこ,のこれはですね先ほどのキャリントンフレアは数十年に一度発生するようなんですけれどもこのスーパーフレアっていうのはですね5,000年に一度というふうに予想されているようですね。でこれな,なんでこんなことができるようになったかっていうとですねあの 宇宙,宇,宙宇宙の中にはです、ね、あの太陽とよく似た星がたくさんあるわけですねでそれをこうつぶさに見てみるとですねそれをあのい今の自分たちの太陽に当てはめるとまあ5,000年に一度ぐらいは起こってもかめへんのと違うかというふうな予想が立てれますという話なんだ,だそうですね。 であの電力やですね通信に通信などがですねもうあの社会的なインフラとしてですねあのなくなったらもう生活できないというふうな状態になっている現在ではですねこれをですねこのキャリントンフレアだけじゃなくてですねスーパーフレアというふうなもっと巨大なものが起こった時にですね守る 手立てというのは今現在建てられてないという話なんですね。であのなんでこんなふうな話になったんかなっていうと結局はまああのこんなこと起こるとは思ってなかったわけですね。でまあ最近になってあの何あれ,あれあれあれオーロラあの綺麗なと言ってたオーロラが何で起こるのかっていうのが分かり始めてでさらにこういうあの電磁場送電システムまであの影響を受けるようなですね。 あの自然現象が発生するんだということが問題になり始めたということですねだこ,れこれって一体いつからいつ頃からこ,こんなふうな世の中になったんかなというふうに思うとですね、まあ、一番大きな私たちがあのインフラを、まあ、超えてるのかもしれないですけれども、まあ、あの一番便利に思ってるのはですねやはりあのインターネットだと思うんですね。 であのインターネットはですねちょっとどんなもんやったかなというふうに思い起こすとですねあの1999年頃だったと思うんですねその頃からですね日本でも利用が始まってですねでパソコンでですね ADSL とか ISDN とかいうのが出始めた頃ですねあの電話回線を使って利用が始まりました。でこの頃えちょうど、ね、私あのあの あれしてましたイインターーネットのプロバししてましたでまたた日本であのインターネットっていうのが普及始める前でですねあのわざわざ直接大学このインターネットの IP アドレスっていうのも今皆さんあの使われてるかと思うんですけれどもこれを管理してるのがまだ東京大学がやってまして日本全体をですねあのやってましてでそこに申請調査して IP アドレスもらってで あの電話回線であのインターネットにつなぐような仕事をしてましたでああこんなこともあったなあと思ってその頃はまだあのインターネットっていうとちょうどあのころ使うのがあの始まってたのが、まあ、一般の会社もあんまり使わないであのあれだったですねあの外国行ったりしますんでね。で とであのホテルの予約とかそういうのがあのメールでやるとあの料金かからないしその場ですぐ伝わるんであのインターネット積極的に導入されてたかというふうに思いますねで私とこのお客さんもインターネットのあの利用者としてですねあのダイビングハウスさんがたくさんいらっしゃいましたねであのまああの そんなこんなで始まりましたよ、ね。よんで劇的に変化したのがですね。あの2009年のですね。iphone とかですね。android というですね。あの、スマートフォンが普及し始めた頃ですね。これから劇的に変化しました。で、今ではですね。あのわからないことがあったら、あのスマホで調べるというのが常識になってますね。で、まあ電話もまあ、電話も直接するんですけれどもまあ、line とかあの sns。 のようなラインも含めたですね SN。SNS みたいなものを使ってですね。ちょっとした会話をするというのが常識になってしまっています。これも全部、インターネットを使っているわけですね。もう一つ、大きなところでですね。ニュースですね、ニュースも、テレビでニュースを見るよりもですね。もっと前は新聞だったんですけどね、新聞よりもテレビで、ま。あ テレビの前にラジオがあったかもしれないんですけれども、あの新聞の次がラジオ、その次がテレビというふうに、時代がどんどんあの便利になっていってですね、どんどん知る機会も増えて、で、もっと深く知ることができるようになってきてるかと思いますね。で、特にこのインターネットっていうのがですね、あの、どんどん自分の興味に応じてですね、あの、深く知ることができるというので、もう全然。 違ってきてる世の中の認識ですね。あの私たちが物に対してもっと深く知ろうとするとどんどん深く知っていける。で最後はもう専門家と同等ぐらいのところまであの調べることができるというところまで便利さを出しているっていうのがインターネットですね。でほんの少し前までですねまあ、20年ほど前になるんですけれどもあの車にですねあの 道路地図帳を積んでたと思うんですね。で、これがですね、もうすでに道路地図帳を積んでる車あんまりないと思うんですね。もうみんなカーナビで、カーナビがなければスマホでカーナビ動かして、あの、行きたいところ、道順調べるというのがもう常識になってますね。で、まあまあ、そんなような時代で、これが一瞬にして使えなくなるというのが、あの、 今回の大きななな問題になるわけなんですねで、まあ、そういう便利さだけなくなっても、まあ、人間あの生きるに困ったことはないだろうというふうには思うんですけれどもそこで全然違うところが出てきましてでその他にですねこのインターネットっていうこういう高度なものだけじゃなくてですねあの電力設備とかですねあの電子機器をもう世の中私たちの社会の中にですねあの電子機器っていうのは当たり前のように入ってるわけですね。 というのはあの炊飯器とかあの冷蔵庫とかもうみんな電子機器が入ってるわけですね。ということはこの,このスーパーフレアが起こるとですね、まあ、ご飯も炊けない何,何もできないテレビなんか当然映らないというふうな状態に陥るというのがあのスーパーフレアの,あの怖さになるかと思うんですね。でそれがでですねあのもう一つあの自然災害 で、あの,他の自然災害と同様にですねあの一瞬にして起こってしまうということにあるかと思うんですね。であのもう一つですねあの地震とかですねあの台風と違うところはですね今回の,あのスーパーフレアですね規模が違う。ここが大きな でこれ何かっていうところなんですねだから自分たちだけ助かったとしてもまあ困った、まあ、災害被害を受けたとしても誰も助けてくれるみんなが同じ状況になってしまうわけなんですね。ということであの誰も助けに来てくれるということを期待できないで助けに行くということもできない。 でど,どうしたらいいんだっていう話になってしまうわけですね。でそのななんで助けに行かれへんのかっていうと当然道路も使えないなんでかっていうと信号機動かないですね。であの車もあの電子機器積んでますから車も動かない可能性ある。もう昔々の車やったら動くかもしれんけれども今の車もほ,ほ,ほぼほとんどがですねあの コンピューターで動いてますね。ということは、コンピューター動かない。で、さらに、あの、ガソリンがそんなに、あの、ガソリンも輸送せんといかんわけですけれども、それができなくなる。ということで、まあ、車も使えなくなる。当然、電車はダメですね。あの、直接被害を受けますからね。と電車動かない、車動かない。もう、全然物流も何もかも止まってしまう。 で水道も当然ポンプ動かないから止まってしまうというとんでもない状態になってしまうというのが今回のスーパーフレアであのこういうことを研究されている学者の,あの方はこんなことが起こるかもしれないからなんとか対策を早めに立てましょうねというふうに言ってるわけなんですね。はい、でそれに対してあの私たちは本当 本当に怒るのはそうなんかもしれんけれども今すぐすることよりもはもっと他にあるんと違うかというので別に先送りでもいいんじゃないかっていうふうに思ってしまうのがまあ人情なんですけれどもそれでもやっぱりそうねこれはやっぱり考えとかないかんのと違うかというふうな気もします。で最低でもあの今の 要するにあれですねあの生活をが今の今と同じ生活ができなくてもですね最低限生きていくだけのですね生活をあの確保できるような世の中にしていかないといけないというふうに思いますね。でまあこれがあの今日のとりあえずの,あのス,ーペアスーパーフレアに対する結論になるんですけれどもなかなかこれはあの どう言ったらい,いでしょうかね一つの国が頑張ってもいくら頑張ってもできないだろうし当然国ができないということは自治体も全然できないしでそれでもやっぱりあの何でも被害災害っていうのはあのよく言われるあの減災ですねあの少しでも災害の,あの程度を軽くするための,あの方策は立てておかないといけないんじゃないかっていうことは何かというとあの生命をつなぐだけのことは 最低限でも用意しとかないといけない。で、ましてや、あの、同じようなことをですね、あの、人為的に起こせる可能性があるということが分かったものなんで、そう、せめて人為的なものに対して対策は立てておかないといけないんじゃないか。で、その時に、あの、自然災害で起こった時の対策も、あの、同じような対策でいけるかと思うんで、同程度のね、まあ、規模が全然違うとは思うんですけれども、あの、さい。 個々の地域についてはそういうふうな対策を取っていかないといけないんじゃないかというふうに思っております。ということで、えー、とちょっとあの最後曖昧になりましたけれどもスーパーパフレアについてお話ししましまたそれでは、えー、とりあえず、えー、次の曲、えー、お聴きください。えー、ユーミンレルージュの伝説になりますお聴きください。 はい、えー、帰ってきました、えー。何でやねんのコーナーなんですけれども、いろいろ何でやねんあるんですけれども、あのー、え、3日ほど前、3日、4日、あつい最近起こったですね、あのー、東名高速でですね、あのー、割り込みとか、あのー、追い越し車線でと急に止められて、で、結果的に、あのー、トラックに追突されて、あのー、親子が、あ親子が、 ついあの被害に遭ってですねであのあれですねえっと両親ご両親が亡くなられたという話なんですけれどもあの皆さんもうすでにニュースで聞かれてるかと思うんですけれどもうんどうしてあんなことが起こるのかなというふうに思いますねあの私も確かあの車っていうのはですねあの要するに自分の力 車じゃなくてです、ね、自分の力だけだとやっぱり腕力とかになるわけなんで体の大きさとか自分の力っていうのがあってですねあのそう簡単にあ,のああいうことをしようというふうにはならんかと思うんですけれどもあのやっぱり車に乗るとですねどうしてもあ,のあれですね自分の力以上の力を持つことができるかと思うんですね。ということであの簡単に、まあ、ちょっとした操作でハンドル切ったりブレーキ あのブレーキ緩めたりあのあれです、ね、あのアクセルふかしたりするだけでですねあの大きな力がを出せるというのでですねどうしても乱暴なことをあのする方もたくさんいらっしゃるかと思うんですね。で私もあの前でですねやんばるなんかこう走ってるとですねあのゆっくり走る車があるとですねあの 異常な接近したりとかいうふうなことをしたことが確かにあります。で、あの最近はあのしなくなりました。なんでかっていうと、あのしばらく前ですね。私あの車のメーカーさんに勤めてたんですね。で、そこで1年間あのしつこく毎週のようにあの水曜日だったですかね。そこの部,部署長がね、水曜日 毎週です、ね、安全講習をやるんですねでただあの話を聞くというのではなくてですねあの事,故事故に至った例というのがを自分で探してきてです、ね、でそれをです、ね、みんなの前で、まあ、56人のチームになるんですけれどもあの自分で説明してでそれをどうしたら回避できるかというのをです、ね、あの実際にあのプレゼンする とということをやってたんですねでそれを1年間やら,あのやらまあ当然業務命令なんですね。であのその時間要するに部署の作業っていうのが止まるんですけれどもあの仕事が止まるわけなんですけれどもあの車のメーカーとしての責任としてですねやっぱり危険なものを作ってるんだという意識があるんだと思うんですけれども便利なんだけれども危険性はあるということを認識してた。 だと思いますねということであの危険を運転する余地をするということをですね毎週毎週やるわけなんですね。というそれをやるとですねだんだんこう身に染みてくるわけなんですね。まあ、その毎週だけ毎週やるだけじゃなくてあの休みの前にはですね連休とかの長期の休みの前。 ですね、あの3日とか4日とか会社が休みになる前にはですねあの自分でどこに行くんだでそれに車を使うのかとかですねいうことであの非常にあの安全車を安全に運用するということに対するですねあの認識っていうのを深くあの教育されてました。で実際にそれでですね私の場合は効果があったみたいですね。で あの要するにあのどうしても人間ですねあのその道をこうゆっくり走られるとあおってしまうとかそういうのはあるかとは思うんですけれどもその先にですね一体どういうものがあるのかっていうのを簡単にその場で分かるはずなのにそれをやってしまうっていうのがやはりあの人間の気持ちなんだけれどもそれをやってはいけないということをこう毎回毎回その毎週やられるとだんだん身に染みて分かってきて。 で今ではもう当然のことながらすり抜けもせえへんしあの信号が変わったらまた次からあの車の影から車出てくるんと違うかっていうのをですねあの思ってしまうということが習慣づけられましたね怖いですねやっぱりね。それをあの会社ではあの ししつけというふうふに呼んでましたね、まあ、最初「しつけ」って聞いた時何言ってんねんと思ってみましたけれども実際にそういうふうにすると、まあ、あのな何百件のうちの一つの事故が回避で事前に回避できるということでそれが積もり積もっていくと大きなあの事故の回避につながっていくんだというふうに今は思ってますね。ということで「あのえー、となんでやねん」というところでですねあの まあ法律的にはですね今回の,あの事故はですね、うん、交通事故にあたるんでしょうけどあれはもう意図的な話なんで別の罪になるんとちゃうかなというふうに思いますね。でまあ,あのなんでこんなことを言うかというとですねあ,のあれもしあの刃物持って歩いてた人やったら包丁持って歩いてた人やったらもうすぐみんな逃げるやろ。 で車であんな危険な運転したらもう逃げるしかないというふうに思うんですね。であれあの扉開けてこうあの外に出てしまったって出されてしまったっていうのが大きなあの問題だったというふうに思いますね。で当然あの外で騒ぐんでですねあの出てしまったんだというふうに思いますけれどもあれはもう。 サファリパークで例え悪いですけどサファリパークでクマが出てきたら絶対に扉開けへんし窓も開けへんというのと一緒だなというふうに思いましたね。でまあ私がああいう目にあったらもう絶対扉も開けへんしもうガラス割られようが何しようがあんな逃げるが勝ちですよねああいう場合にはね。ということで、まあ、被害者になったら当然もう逃げるしかない。でまた追いかけてきてもう逃げるしかないで。要するにああいう人 まあ当然あの自分に対して過信してる方だとは思うんですけれどもあのまあ要するに自分さえ良ければいいという話に最終的にはなるんですけれども,もうあれはもうね包丁持って歩いてるのと一緒やからもっと大きなもんですよねあのアメリカでよく問題になるあの銃を持ってあの通り魔的な話と似たようなところありますよね。頻繁に 同じような行為してるっていうことはもう完全に通り魔によく似たもの。ちょっとなんかあった機会があればそれに突っかかってきてっていう話になるんで、ちょっとあの今回のやつはあのひどいかと思うんで、ぜひああいう機会に遭遇されたらもう逃げるしかない。ですぐあの今は携帯電話もあるわけですからあのぜひもう 迷わず通報するということが私はいいんじゃないかというふうに思います。助けはすぐに来ないかもしれないけれども、あのすぐに通報するっていうふうなことがあのいいんじゃないかというふうに思いました。で、あのまあ、えっ、ー、となんでやねんっていうのはそれとですね、もう一つあの生き方改革っていうのをやろうというふうに思っていました。でこれはですね。 あのまあ、格差社会というふうにずっと言われてまして私、格差社会ということを痛感してましてですねでこれをなんとかせ,せないかというふうに思ってるわけなんですけれどもこのあの安倍さんがですねあの最後に言ってたのであこれはいけるのと違うかというふうに思ったのがですねあの働き方改革だったんですね。 でまあ、あの当然あの政権握ってる政党が発表した内容であるんでですねもうしがらみだらけでやってるんでですねどうしてもあの抜本的な改革っていうふうにはなってないんだけれどもやはり少しでもあの働き方ということを変えることによって社会を住みやすいあの社会にしていこうっていうふうなところをですね少しずつ考えあの感じ始めてた やっとまともなことを始めたのかなというふうに思ったところで解散総選挙になってししままいましたねであの、まあ、皆さんあの政党っていうと支持団体があってやるのがあの今の日本の選挙になるんでですね直接 要するに有権者がです、ね、あ,なあなたにこれをやってくださいっていうことはまだできてない状態の選挙制度ですのであの支持団体がにの意向に応じて政治,政治家は動くという話になってしまってるんでですねまあ致し方ないんですけれどもちょ,ちょっと違うところであの小池さんっていうのが出てきて希望の党っていうことであの小池さんがキャッチしたイメージっていうのをもとにあの出てきた政策で。 私がずっとやりたかった政策があのベーシックインカムっていうのがありましたでそれがまあ小池さんがたまたま同じことを注目されてあのマニフェストに出されてるんで、まあ、たまたまだというふうに思ってるんですけれどももともとですねあの民主党の頃ですね安倍さんがあの政権交代の条件として出されてたのがですねこの税制改革構造改革なんですね税の抜本 あの一体改革っていう話で消費税も含めたですね。社会インフラ社会的なあの保証、社会保障の考え方を全部あの、もう一回練り直しましょう話。話考え直しましょう。っていう話だったかと思うんです。で、それの中に。昔から言われているベーシックインカムっていうのがありました。で、これあのちょっと以前も捉えた。あの取り上げたんですけれども。あの？ ベーシックインカクっていうのは国民があの大人から老人まであ大人から老人赤ちゃんから老人まで皆さん国民としてあの日本で生活日本で暮らす人全てに人あの最低生活できる最低じゃないですねあの基本的に生活するために必要なお金を支給します国家が生活を保障しますっていう制度になるんですけれどもそれをですねあの 試算してみると今の今の要するに社会保障にかかっているものをあの全部生産してなしにして単純計算ですね試,試みなんですけれども単純計算であのやるとだいたい7万ぐらいまで支給できるのと違うか要するにあの子どもがたくさんいる5人いるとお父さんお母さん 子供5人で7 7万,49万毎月もらえますすっていう話ですねでその代わり他の保証何もありませんよ自分で全部やってくださいねっていう話になるんですけれども当然年金もなくなるしあの児童手当もなくなるしっていう話なんですけれどもまあ50万あったら今でもできるんとちゃうかそんな保証なくてもっていう話で可能性として大きな違いが出てくるんと違うかでいうのとそれともう一つはあの 非常に単純になるんでですね審査の必要がなくなるんであの当然それを審査する人間も必要なくなるんじゃないかというのであの非常に効率のいいシンプルで分かりやすい社会保障じゃないかということで注目された制度ですねでこれあのえどこやったかなフィ,ルフィンランドフィンランドかスウェーデンであの試験的な導入全全あの全 国内全体じゃなくてごく一部のところでやろうというふうなことで社会実験始まってるようですねで私はこれであ,のある程度あの社会的な保障が得られることによってですね今のブラック企業も含めてですね要するにお金が必要な必要であるがために働かざるを得ないで働くのにも自分の求める 労働でないあの働き方でないものを結果的に強要されているっていうふうな状態がですね要するに世の中で言われているダブルワークトリプルワークで、えー、時間の拘束があるために深夜労働したりとかですねこのまざ好んでやるんじゃなくてですねもうそれしか選べないというようなことで深夜労働したり要するに自分で あの選ぶことができないがためにそういう仕事をやっているという働き方っていうのがですねもう抜本的に変わってしまうんじゃないかっていうふうなことも思ってですねあのいい制度だなというふうにまあ単純に考えて思ってたわけなんですけれどもそれがですねあの導入されるかどうかっていうのはまあ別にしてそういう考え方もあるということで。 私ははぜひこれは実,験実験でやっっててみるべきだなというふうふに思ってましたで、それがあの、まあ、たまたま小池さんの,あの希望の党のマニフェストに入ってたんであ小池さんがあの代表になると首相になるとやるのかなどうなのかなというふうに少しわずかな期待を持ってるんですけれども、まあ他の党もですね確か、えー、とどこやったかな別の党もこのベーシックインカムの,あの導入っていうのを あの検討ししてててまますっっいうふうふに言ってましたね確か保守系でやってたというふうに思いますね。でまあこ,のこれは要するにあの保守とか革新とかいう話じゃなくてあの基本的に社会をどういうふうにな社会をあの目指すんだっていう話になるんでですねあの基本的な生活ですよね。あのどんなふうな あの社会構造でやるっていうことではなくてどんなふうな暮らし方をするんだ生き方をするんだっていう話であの考えられるもっと基本的なところなんであの今のですね自由経済だけに全てを任してということではなくてやはりあの最低限そのチャンスに恵まれない人が共に暮らしていける社会として考えるべき一つの制度じゃないかというふうに思ってます。あ終わっっちゃった 어쨌다